ネッツトヨタ愛媛。川村拓夢です。今日僕が紹介する車はこちらです。川選手、早速、はい、すごいスタイリッシュな車ですけど、はい、見た目の印象いかがですか？そうですね、なんかすごくコンパクトで、すごく前の部分がかっこいいですね。すごい似合いますね。そうですか。スポーティーな車と。本当ですか。ツーショットが前のどの辺が特にかっこいいと思いますか？なんか個人的にここら辺がなんかすごくキリッとしてる感じがして、すごくかっこよく感じます。カマシェシュのイケメンの車ですね。いやいやいや、そんなやめてください。スポーツタイプになってる。はい、うん、でも車種好みですか？そうですね、僕もすごくコンパクトで SUV が好きなので、すごく好みな車です。そんな最高の CHR、はい、乗ってみましょうか。はい、改めて皆様、これが今回動画投票1位に選ばれました。ありがとうございます。川選手の助手席の風景になっております。座り心地いかがですか？いや、座り心地はすごくびっくりするぐらい良くて、これ多分長時間運転してもすごく疲れないかなって思います。スポーツタイプということですけど、すぐシートが包まれるような感じですね。そうですね、早くこれでドライブしてみたいです。行ってみますか。はい、少しドライブしながらお話を聞いていってみようと思います。はい、行ってみましょう。ついたの。これめっちゃ静かですね。あ、確かに今エンジン。エンジン。わからないぐらいの。中の内装もかっこいいですね、やっぱり。そうですね、すごくなんかシンプルでかっこいいです。スポーツタイプといった形の、すごくおしゃれな内装になってます。だから安全第一で。はい、行ってみますか。行きましょう。皆様、川村選手とのドライブ気分の視点でご覧ください。今回投票いただいた皆様からいくつかご質問いただいておりますので、はい、ドライブしながら川村選手に聞いていってみようと思います。お願いします。ちょっと車に関する質問からいきますが、はい、愛媛市のチームメイトの運転する車に乗ったことはありますか？その時のエピソードはありますか？ということなんですけども、チームメイトとドライブとか、まあ、車乗ったりとかありますか？そうですね、まあいろんな人の乗らせてもらいましたけど、結構西岡選手とかは一番よく乗せてもらいましたね。西岡大志選手。はい、ローソンで軽く折り返すぐらいしましょう。これそれ、これいつも運転してる車、外車やから逆でした。ワイパーとワイパーとウインカー。西岡選手、一緒に乗った時ってどんな話するんですか？なんですかね、本当いろんな話しますね。でも結構なんかいろんな美味しい、ご飯連れて行ってもらったりとか、はい、すごくなんて言うんでしょうかね、ちょっと待ってくださいね。練習後でちょっと言葉が出てこないです。疲れて。なんかプライベートでも他のチームメイトとお出かけしたりもするんですか？ドライブ行ったりとか。いや、僕結構家にいるインドアな人なのであんまりないですかね、そういうのは。じゃあ練習後一緒にご飯食べ行ったりとか。そうですね、練習後のご飯は、まあ、西岡選手とか、まあ、忽那選手とよく行かしてもらってます。忽那選手なんか地元出身なんで結構おいしいお店連れてってくれるじゃないですか。どうなんですかね、でも行くとこはほぼ決まってるんで。そうですね、はい、行きつけがあると。行きつけがあります。なるほど。すごく愛媛の生活楽しまんでいただいてるみたいで。運転中は音楽をかけていますか？それに合わせて歌ったりしますか？ということなんですけど。
まあ一人でいるときは歌いますね。まあでもこの声なんで歌える曲は限られてくるんですよ。特になんか最近ハマってるアーティストの方とか曲とかあったりしますか？いや、なんですかね。でも結構僕昔のあの人の曲聴くのが好きで、結構何でも聴きますね。昔の人とか。昔っていうと、昭和まではいかないかな。尾崎豊さんとか。あ、そうなんですね。あと誰かな。いや、もう本当にいろんな人聴きます。浜松選手からするともうご両親ぐらいの。そうですね。それはご両親が聴いてたからですか、じゃなくて。どうですかね。でもそれもあるかもしれないんですけど、なんか昔のなんか僕がこう言うのはなんですけど、歌詞がいいじゃないですか、昔の曲って、うんうんうん、心に確かに聞きますよね。なんでよく聞きますね、一人でいる時とか。尾崎豊さんと川村選手、ちょっと僕的にはギャップがあるんで、その組み合わせ面白いですなるほど、うん、ではですね、質問しまして、はい、サッカー以外に好きなことはありますか？趣味とか、なんか趣味とかやってることとかありますか？あ、でも、漫画読んだり、映画見たり、うん、ドラマ見たりですかね。漫画は何か最近おすすめの漫画とかありますか？は、あれですね、キングダムとかですかね。あ、でも結構榎本選手が漫画にすごく詳しいんで、はい、なんか榎本選手に聞いた漫画を読んだりしてますね。ジャンルとしてはキングダムだと結構王道な、王道というか少年漫画。そうですね。スポーツ漫画とか読んだりする？スポーツ系とか。もちろん青足は見させていただいてます。ああ、出ましたね、青足そうですよね。はい、もちろん。恋愛漫画とか少女漫画とかも読んだりする？ああ、全く見ないですね。そうですね。あと青足見ましたよ、愛媛 FC のブラザーフト。思いが曇った。最後のチロルチョコのエピソードは。いや、そうなんですよ。見た時ちょっとびっくりしましたよ、なんかあれと思って。実は河合健太前監督と河村選手のエピソードという。やっぱりそう、そうでしたよね。チロルチョコを渡されたんですか？そうなんですよ、チロルチョコ、健太さんと話した後にチロルチョコもらいました。実はファンの中で主人公のしゅんくんが左利きで、はい、素晴らしいシュートが武器ということで、鴨選手と少し重なるところがあるなんて声もあるんで、これから漫画の続編も楽しみですね。楽しみですね。ただですね、ちょっと河村選手のパーソナリティのご質問なんですけど、子供の頃、はい、どんな子供でしたか？どんな子供、難しいですね。まあでも本当にサッカーが好きでしたね。サッカーするのもそうでしたし、はい、ゲームもサッカーゲームをして、で小学生の時週末は地元のプロチームの試合を見に行ったりとか、もう本当にサッカーに囲まれた生活をしてました。なんか学級委員とかやったりするタイプだったんですか？いや、もうそんなタイプじゃないです僕勉強は苦手だったんで。お友達は結構なんていうかな、多い方だったんですか？どんな人と、どうなんですかね。まあでもまあそれなりにいましたね。バレンタインデーはたくさんチョコをもらっていました。いや、全くです本当に？はいもらったことないです。みんなちょっと遠慮したかもしれないですねそして理想の女性のタイプ、有名人に例えると大体タイプの方が。いや、その質問が一番難しいですね。あ、そうなんですか。なんか分かんなくないですか、そんな。でもよくなんか選手のアンケートとかで聞かれないですか？聞かれるんですけど、僕いつも空欄です、はい、あ、空欄なんですね。じゃあこれ初めて、もしかしたらこの動画見る人が初めてかも。
なんか好きな女優さんとかいらっしゃったんですか？僕いないんですよ。あ、そうなんですね。あ、でもあのその趣味でよくドラマとか見るんですけど、はい、そのやっぱ韓国ドラマの女性とかやっぱあ素敵だなって思います。お、名前は分かんないですけど、なんかおしとやかな感じの方が好きです。それでも活発な感じの方が、あ、難しいですね。いやでも僕がなんかインドアなんで結構アウトドアの人とかいいなと思いますね。あ、そのなるほど、新しい可能性を切り開いてくれるような感じの、いろんな経験してみたいなと思います。運転してちょっと帰ってきましたけど、はい、乗り心地ハンドリングいかがでしたか？ CHR。いやもうめちゃくちゃ良かったですね。なんか座り心地もやっぱすごく良くて、すごいスムーズで静かですし、いやめちゃくちゃ静かですね。ストレスない感じですよね。モニターもしっかりついております。こんな静かなんですね。ありがとうございます。そしたらいろいろとはい伺ってまいりましたけども、はい、この動画あの皆様のご投票で12月5日今日も最終戦、はい、トヨタ愛媛スペシャルマッチで、当日に公開させていただきます。このホームで迎える最終戦の意気込みをファンサポーターの皆様にお伝えいただけますか？最後まで諦めずに、まあ、やっぱホームなんで最後は勝って終わりたいなと思います。ぜひニンジャスタジアムでですね皆さん、はい、集まっていただいて背番号8の優勝を見届けていただけたらと思います。河村選手、最後にネストヨタ愛媛様のご紹介をお願いします。はい、CHR はすごくあの乗り心地も良かったので、ぜひ試乗をしにネストヨタ愛媛さんに、行ってみてください。今日はネストヨタ愛媛スペシャルマッチにもなってますので、ぜひスタジアムに足を運んでイベントを楽しんでください。今日は河村拓夢選手 CHR ご紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ネッツトヨタ愛媛。